はい。それでは、10月22日の3問に入る前に、卓研に合格するためには、最低でも毎日1時間は勉強してほしいんですね。えでも、この勉強の習慣がついていないにもかかわらず、いきなり1時間勉強するっていうのは、なかなかこれ難しいんですよ。なので、そういった方についてはえ、まずは1日10分から始める。これでね、ちっちゃい時間かもしれないんですけども、ちっちゃなことから始めていくっていうのが、まあ、習慣づけのコツなので、 ぜひですね、1日10分からでも始めていただければと思います。それではですね、10月22日の3問に入っていきます。不動産投票の問題ですね、表題部所有者について、住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1ヶ月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない、○か×かという問題ですね。 答え考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、この問題の答えは×ですね。これ、昨日勉強した内容と、もうほぼ一緒です。建物が滅失した場合、地目の変更があった場合、マンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合、こういった場合っていうのは、1ヶ月以内に、それぞれ登記しないといけません。しかし、表題部所有者の氏名、住所、 これを変更した場合っていうのは変更登記の申請時期って定められていないんですね。なのでえ今回の問題は×になります。問題文の内容だと住所変更があった時は1ヶ月以内に変更登記を申請しなければならないとなっているから×だということですね。でこの問題は昨日の問題ともほぼ一緒なので昨日の動画をご覧いただいた方は絶対に正解してもらいたい問題です。 で、問い2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネルボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録をお願いいたします。で、問い2ですね。重要事項説明です。建物の貸借の媒介において、水道電気及び下水道は、え、完備、都市ガスは未整備である旨、説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。この場合、媒介した宅建業者は、宅建業法に違反する丸かツかという問題ですね。 え答えは丸です。宅建業法違反です。35条書面の、えー、記載事項は苦手な方が非常に多いんですね。でも理解していけば答えは導けるようになります。で今回はそれを、えー、体験していただきたいと思います。飲料水、電気、ガスの供給並びに排水のための設備。これの整備の状況っていうのはライフラインに関する内容ですよね。これは宅地建物の売買、交換、 あと対、貸借、すべてにおいて重要事項説明書の記載事項となっております。そして、これらの設備が整備されていない場合においては、その整備の見通し、および整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません。この点について、ちょっと考えてみます。あなたが借りる予定の建物、これにですね、排水設備がついていなかったら、どうしますか 排水設備が付いていないってことなんで、まあ、下水道とかがないということです。そうなってくると、お手洗いとかこれ水流せないんですね。でそうすると、まあ、庭に掘って埋めると。まあ、それしかないんですよで。こうなってくると困りますよね。だから借りる前に重要事項として説明が必要だということですで。これは土地を買う場合も同じなんですね。これ知っておかないと、買った後に排水設備の工事費が後でかかってくるって言ったのでは、これ困りますよね。 だから、売買であったとしても、貸借であったとしても、すべてにおいて、これは説明しなければいけないんだということです。まあ、理由が分かれば答えって導けるんですよね。個別指導では、こんな感じで理解をしながら学習ができるから実力が上がるということです。で、個別指導については、この動画の下の概要欄ですね。概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、問い3に入ります。都市計画法です。 地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとするものは、市町村長の許可が必要である、丸か罰かという問題ですね。これ以前の動画でもこれやった内容ですね。少し前に本日の3問でも解説した内容です。答えはツですね。地区整備区域が定められている地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、これ土地の造成工事ですね。 だったりとか、建物の建築、あと工作物の建設、これを行おうとするものは、行為着手の30日前までに、つまり工事を始める30日前までに、市町村長に届け出る必要があります。届け出なんですね、ポイントは。今回問題文は許可となっているので、許可は不要です。だから罰です。で、この問題間違えた方は、えー、問題文しっかり理解できていない証拠ですね。しっかり問題文を読みましょう。 ちなみにこの問題品質なので先ほどの赤文字の括弧の部分ですね覚えてくださいこの部分ですねこの2つのポイント行為着手の30日前っていうものと届け出先は市町村長なんだ許可じゃなくて届け出なんだこの点をですね頭に入れておきましょう詳しい内容についてはちょっと無料の動画ではお伝えできませんので個別指導で解説する流れになります個別指導はこの動画の下にリンク貼っておきますのでご確認ください 来年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。